ここまでのファイナルファンタジー13-2。彼の名はノエル・クライス。戦えるだろ。置いてくなよ、セラ。オーパーツとかゲートとか未来から来たとか、まだ全部信じたわけじゃないよ。実は俺にもわからないことだらけなんだ。本当にオーパーツが見つかれば、自分の言葉に確信が持てるし、扉を開けてセラの疑問の答えを確かめることもできるかもしれない。だからオーパーツを一緒に探してくれないか。疑問があるなら答えるよ。モーグリ、何か見つけたみたい。行ってみよう、モグ。張り切ってるな。でも、あれって猫だよね。あの子が怪しいな。ん？なになに？なんでもないっす。まさか、猫がオーパーズなの？そうか。猫がオーパーツを運んでるのかも。追いかけよう。頼むぞ、モグ。猫ちゃんたち、隕石が落ちてから興奮中なの。ありえないくらい喉をぐるぐる鳴らしてるの。次のリーダーはガドーかユージュか。よっ、ファロン先生。お疲れ様。
ねえ、変な質問なんだけど、ありえないものを見なかった？面白いこと聞くね。見慣れないものとか。そっか。仕方ない。村ができた頃は普通の国運市民は。切り込み隊長も大変だな。新鮮に答える。ノエルのいた世界も昔は国運があったの？そう。あれ変だ。どうかした？いや、国運は昔はあったって本で読んだ。でもなんか記憶が違う気がする。なんでだ？オーパーツなのか？これ、お姉ちゃんのナイフだよ。私、しまっておいたはずなのに。私は忘れない。お姉ちゃんはスノーと私の結婚を認めてくれた。おめでとうって微笑んでくれた。でも気がついたらお姉ちゃんは消えていた。最初からその場にいなかったことになっていた。お姉ちゃんの笑顔を覚えていたのは私一人だった。みんなライトニングは死んだと思ってる。怖いの。私が夢を見ているんじゃないかって。現実から逃げて都合のいい思い出を作り上げて。あんたの記憶があんたの現実だ。ライトニングは生きてる。でもなんでセラだけが覚えてる？お姉ちゃんのメッセージ。クリスタルになる前に一瞬だけ幻を見せてくれたのか。でも何のために？何か気づいてほしいことがあった。不思議。ナイフがピカピカになってる。
誰かが磨いて、その山道の奥は加藤さんの命令で立ち入り禁止になったっす。今隕石の落ちた場所には近づけですよ。山道だけ？お、さすがっすね。潮が引いてる間は近く。立ち入り禁止だ。異常事態で物騒だからな。お仕事お仕事。
疲れ。